本日の暗号通貨ニュースをお届けします。昨日はですね、暗号通貨全面安ということで、もうあらゆる暗号通貨が暴落しましたね。 XRP はあんまりそんなに影響を受けてなかったのかなという感じがしますけども、そこでですね、今朝起きてみると一通のメールが来ましたので、ちょっと紹介したいと思います。まあ概要だけお伝えすると、久保さんは2、3日前から暗号通貨を買うなみたいな発言をしてましたけども、よく聞いてますよね、こういうところね。そんなに小型化に言った覚えはないんですけども、特にビットコインキャッシュをハードフォークに合わせていっぱい買うのは得策じゃないよというふうなことをおっしゃっていました。でその後に全面的な暴落が来たんですけども、これは分かっていたからそういうことを言ったんですかというね、概要はこんな形ですけども、結論から言うと分かっていません。そういうことではないです、すいません。こんなね、全面的な安値、例えばイーサリウムなんてのは2万円切っちゃったわけですけどもね、そういうのが分かったわけではないんですよ。まあビットコインも62万円とかですよね。ちょっと前まで72、3万とか71万とか70万割らないんじゃないか、もしくは65万っていうのは防衛ラインになってるんじゃないか、ここは割らないだろう、そこは固まってきたよねみたいなことを私は何回か申し上げました。そういうことからも分かるように、この一気に下がるっていうのはね、私も分かりませんでしたよね。もともと分かんないんですよ、こういうことが起きるとか。多くの暗号通貨の発信者はもうこれから爆上げ来るよみたいなことをね、また言ってると思うんですよ。爆上げ来るっていうのはね、確かに上げは来ますよ。でも早くても6ヶ月以内とかね、3年以内とか、5年とかっていうスパンで上がるのかどうかっていうことを私は何回か申し上げてると思います。で昨日みたいなね、全面的な安値っていうのは、これ誰も予測してなかったということですよ。ある人に言わせればですね、要人発言があって、ちょっとね、不安を誘発するようなことを言ったんで、こうなったんではないかと言いますけども、たった一人の発言でここまでいきませんからね。これは、わかりません、原因は。皆さんもわからないと思います。で、検索して YouTube でいろいろ喋ってる人もいますけども、誰もわからないっていうのが正解です。わからないんですよ、こういうのは。で、今日の、暗号通貨ニュースダイジェストをお届けしますけども、日本最大級仮想通貨ブロックチェーン企業限定、第3回合同企業説明会を都内で開催とかありますよね。これブロックチェーンをやってますよ。で、仮想通貨相場全面安、ここです。VIX 指数との逆相関関係に注目とありますけども、関係ないですね、この VIX 指数。15日未明から始まった仮想通貨全面安の要因について、海外仮想通貨メディアアナリストはいろいろな予測をしている。そう、いろいろな予測をしているだけです。で、これなんじゃないかなっていうふうにかいつまんで、それっぽく話すのが暗号通貨の YouTuber っていうんですかね。分かってないからこういうニュースから、こうね、原因を探るんですけども、分かっていないっていうのが正解です。分かっていればね、安値に手を出す人いないんですよ。分からないんですよね。仮想通貨の内戦が勃発、ハードフォーク知らない人は飛び込んではいけない。はい、その通りです。これを私は申し上げていたんですよ。仮想通貨投資会社 BKCM の創始者、ブライアン・ケリー氏は CNBC に出演して、仮想通貨市場が全面安になっている背景にはビットコインキャッシュのハードフォークをめぐる仮想通貨の内戦があると発言。私もこれはね、感じるところです。これが原因だというわけではないんですよ。だからここを見ると、今買ってはならないなと思います。で、買う時期っていうのは9月末とかなんですよ。今年のね。で、今は買う時期ではないです。見ている時期ですよね。一番底値になった時買えばいいとかね。下がったら、なんかね、なんかの一つ覚えみたいに、今が買い場だ、買い場だっていう人いますけども、下がって買い場だと言って買った人で、結局回復していないっていうところをね、資金を喪失しているだけっていうことを注目すれば、そういう情報に踊らされてはいけないな。情報というか、個人の感想に踊らされてはいけないってことですよね。あくまで自分が何を感じてどう捉えるかです。そして最大の多くの方がね、資金を失う原因は余剰資金でやっていないってことです。余剰資金ってのはどういうことかって言ったら、10秒後に全部なくなっても全然大丈夫。ちり紙がなくなったのと同じですよ、と思えるような金額をいけってことですよ。生活資金を入れちゃったりとかですね、どっかの預貯金を切り崩したりとか、そういうんじゃないんですよ。例えばね、皆さんが、釣りが好きだと。釣りが好きで、今月の生活費、食費を削って、それを持ってきて釣りにお金を投じちゃったら、それは家族はどう思いますかってことなんですよ。個人的な趣味とか個人的な、そんなね、思い込みで資金を大きく動かしちゃうっていうのは、あくまで自分のお小遣いでやればいい話ですよ。お小遣いで。ね、お勤めしてる方だったら、
月に2万とか3万がお小遣いだと思いますけども、それで暗号通貨やればいいんですよ。だから、5000円でも1万円でもいいからっていうことを私はよく申し上げるんですよね。話がずれました。すいません。ニューヨーク州当局が新たにビットライセンスを付与。ニューヨークデジタルインベストメントグループの子会社にということですよね。こんなもんもできたんですね。ロシア初の新たなクリプトジャック、マルウェア、ウェブコブラ、マカフィーが注意喚起ですね。悪いのが出てきますね。韓国チャットアプリ大手カカオとステーブルコインのテラ、ブロックチェーン決済システム開発で提携。お、いいじゃないですか。こういうことをね、どんどんやってほしいなと思います。誰の予想が的中するか、今後の仮想通貨相場について発言まとめ。はい。誰の予想が的中するか、それはたまたま当たる人がいます。いろいろなことをね、言ってる人がいますから。ただ、たまたま当たったことを、ほら、私は分かっていたんですって方は、気をつけてくださいね。皆さんそういうようにね、引っ張られるのが好きなんで、私は分からないというのが正解だと思います。米アナリスト、イーサリアムの採掘では、利益出ず。下げ相場とマイニング速度の低下により。はい。皆さん、ここ大注目ですよ。この、価格相場で、AI トレードとかね、マイニングとか、利益出ませんからね。ずっと出てないんですよ。なんですかね、ビットコインをマイニングしますよとかね。マイニングっていうので利益を出せるのは、初期の頃だけです。まだまだ採掘が進んでない時。だいたい 50% の採掘をオーバーすると利益は出ないんですよね。まあそういったことをね、しっかりと教えてくれるマイニンググループとかに入った方がいいです。そしたらマイニングをしたらダメってことがわかりますんで。どこまで下がる？ビットコイン、リップルなど主要通貨のテクニカル分析。どこまで下がるって。0円になるまでは下がる原因がありますからね。0円までしかいかないということですよね。でも上げ幅はね、大きいですよ。仮想通貨ビットコイン、今年最安値、リップル急落も時価総額で2位浮上。はい。リップル全然大丈夫です。バンクオブアメリカ、仮想通貨を保管するための企業向けシステムで特許取得。おー、バンクオブアメリカがまた出てきましたね。リーマンブラザーズの時もちょっとね、注目されましたけども、 IMF ラガルド専務理事、中央銀行発行デジタル通貨の可能性を考慮する必要がある。これ別にこの方でなくてもみんな言ってることなんですけども、ビットコインキャッシュ急落の要因を探る。探っても意味がないですね。今までね、下落の要因っていうのは何だろうって言ってましたけども、結局わからないまんま、それが何にも生かされてないから、未だに下げで損する人が出るわけなんですよ。やってもしょうがないです。こういうところに時間つかない方がいいです。米アマゾン、暗号作成と分散型データストレージのソリューションで特許取得。ほう、こういうのでね、特許取ってくる。さすが巨人アマゾンですね。ちなみにですけども、投資というんだったら、ソフトバンク株式会社の上場にかけた方がいいんじゃないかなと思いますけどもね。こういったリアルな株ってのは、やっぱりね、この暗号通貨よりも分かりやすいですよ。だからといって簡単というわけじゃないんですよ。暗号通貨でワーワーやるよりも、もうリアルな株取引の方が、簡単というか比較的ですよ。比較的暗号通貨よりは簡単です。ただ、面倒くささがあるんですよね。暗号通貨って取引所作ってポンと買えるわけなんですけども、株っていうのはそんな簡単にはいかないんで、だからみんな嫌がるんですよね。だからね、簡単な入り口っていうのは簡単な結果になっちゃうんですよ。だからちょっと頭使っていかないといけないんですよね。仮想通貨、財布の利用者は73万口座、フィスコ決済資料より明らかに。73万口座、本当に痛ましいことになりましたね。財布テックビューロー、どういうことなんですかね、本当に。では、本日のニュースは以上です。